これまでタンパク質商品というとアスリートや筋肉をつけたい人に向けた商品が多かったが、美容のため健康のために愛用するユーザーも増えてきた。今タンパク質市場が右肩上がりに伸びている。コロナ太りなどが顕在化する中で運動関連の需要が急増、プロテインなどのタンパク質商品が大きく伸長しました。企業魂、今回は40種類以上のフレーバー数やさまざまなコラボ商品などオリジナルのタンパク質商品を開発・販売している企業を紹介します。奈良県大和高田市、株式会社リアルスタイル、2005年設立。メイン事業は大きく分けて3つ。 YouTube チャンネルの配信やスポーツに関する DVD 企画制作・販売などを行うコンテンツ事業部。コンテンツ事業部は弊社の根幹になる事業でして、スポーツレッスン DVD の製造販売、あとはオンデマンド配信であったり、あとは YouTube 等で情報配信をするという、そういう事業になってます。奈良県下3店舗のフィットネスクラブ B レジェンドジムの運営を行っているフィットネス事業部。トレーニング経験豊富な競技者としても活躍しているプロのトレーナーたちが、トレーニングはもちろんのこと、栄養指導についても細かく丁寧に、そして優しく指導するビップパーソナルという形態が特徴です。自社ブランドのプロテイン B レジェンドを中心としたサプリメントの開発・製造・販売を行っているサプリメント事業部。現在会社全体の売り上げの 90% を生み出している。人気コンテンツとのコラボ商品をはじめとし、40種類以上のフレーバーを展開する B レジェンドプロテインを中心にサプリメントの開発・販売を行っています。モンドセレクション最高金賞を7年連続で受賞し、 ITI 優秀味覚賞を5年連続受賞するなど品質にもこだわっています。それでは実際に B レジェンドを愛用しているアスリートたちの声を聞いてみよう。石立真由子選手、ハンドボール女子日本代表、織姫ジャパンの司令塔としてオリンピック出場を果たし勝利にも貢献した。筋肉マン、カジバのクソ力風味、くまモンバージョン、みかん風味を飲んでいます。ダマなく溶けて、激しいトレーニングの後や食欲のない時でもさっぱりと飲めるフレーバーがたくさんあり助かっています。2019年、日本人初のメンズフィジークジュニア世界チャンピオンとなった穴見和沙選手、2018年より B レジェンドプロテインを愛用している。プロテインを飲む機会が多いため味のバリエーションが豊富な B レジェンドプロテインは、甘いものが欲しくなった時や激しいトレーニングで疲れた時など気分に合わせてフレーバーを変えて飽きずに飲み続けられるためとても助かっています。2021年に開催された JBBF 東京ノービスボディービル選手権大会 75kg 以下級で優勝。 YouTube でも筋トレやダイエット方法を発信しているお笑い芸人コアラコアラ氏。仕事やトレーニングの後にプロテインをよく飲むんですが、フレーバーがたくさんあるので飽きずに続けられています。また縁がありコラボプロテインを発売させていただきまして、トレーニング愛好家として非常に光栄です。リアルスタイルは今日も笑顔とユーモアを忘れず、スポーツの楽しさと可能性を伝えている。代表鍵谷の考える今後の展望とは。人々の心や体の健康づくりに貢献する、これを我々は企業理念として活動してるんですけれども、最近だいぶ商品のことであったりとか会社のことを知っていただけるように感じておりまして、まあ、少しずつ認知度も上がってきてるんじゃないかなと思うんですが、まあ、今のこの状況に甘んじることなく世界の人々の心や体の健康づくりのために活動していきたいなというふうに考えております。